おしゃぶりおしゃぶりは、乳幼児にしゃぶらせるための乳首型の育児用品である。材質はゴム、またはプラスチックでできている。日本語の、おしゃぶりは、読んで字のごとく、しゃぶるが語源になっている。米語のパシファイアは、パシファイ英語、オーストラリア英語、ダミーは、ダム、スーザーは、スーズが元になっている。また、カナダ英語、アイリッシュ英語のラバーは、ゴム、プラスチックニップルは、 プラスチックの乳首の胃ベビーコンフォーターデザインから1900現在は乳首とマウスシールドと持ち手という形状が一般的になっているがそれ以前にも色々な形状のものがあったおしゃぶりが現在のような形になったのは1900年頃である当時乳首とマウスシールドと持ち手のデザインのものが初めて米国でベビーコンフォーターとして商標登録された 19世紀半ばの英国では、ゴム製のリングが、柔らかい、歯固めとして樹に与えられ、また、哺乳瓶の乳首としても用いられていた。1902年、シアーズ・ロバックは、新型のゴム歯固めリング、一つは硬く、もう一つは柔らかい乳首という広告を出した。1909年、おしゃぶりおばちゃんと自称する女性が、おしゃぶりとして売られている、ゴム乳首をしゃぶらせ続けることが、 庶民階級で広く行われているがこれは健康に対する脅威であるとする警告をニューヨークタイムズに投稿した。イギリスでもおしゃぶりはウバを雇えない庶民階級が用いる不衛生なものと見られていた。1914年、ロンドンのある医者はおしゃぶりについて床に落としても母親はブラウスかエプロンで軽く拭き自分で舐めただけで赤ん坊の口に戻しているとこぼしている。 初期のおしゃぶりは黒、茶、または白のゴム製で、当時の白ゴムには微量の鉛が含まれていた。有名ブランドの一つに、ビンキがあり、ビンキは、米国では、おしゃぶりの代名詞にもなった。おしゃぶりなど育児用品のブランドで、当初の1935年頃は、ビンキーと、末尾を、Y で綴っていた。布製のおしゃぶりから1506、アルブレヒトデューラーおしゃぶりは、 硬い歯形メリングの延長であると同時に、19世紀、アメリカで使われていた、柔らかい乳首の代用品でもあった。ある著述家は、シュガーティーは、古いリネンの歯切れに、スプーン一杯の砂糖を包み込んで周りを糸で固く、縛り小さな球状にしたもの、と形容した。北欧などでは食べ物を包み込んだ布も赤ん坊に、あてがわれた。肉や脂身の塊を布に包んだもの、 しばしばブランディーで湿らしたものが用いられる地方もあった。ドイツ語圏ではルチャブーテルといい甘いパンや消し粒の周りにキレを巻いたものが用いられることもあった。デューラーの聖母子像では赤ん坊の手に布製のおしゃぶりが見える。1800年代、比喩ではなく文字通り銀のスプーンを加えた赤ん坊が見られた浮遊階級の赤ん坊には 人生の歯固めがしばしば与えられたのである。その他の貴重な材料、真珠やサンゴなども病を遠ざけると信じられて用いられることがあった。サンゴは全ての悪を遠ざけると信じられ、17から19世紀、イギリスでは、エイコーラルは、サンゴ、象ゲ、骨などでできた歯固めを刺した。ある博物館の学芸員は、これらの材質は共感樹実として用いられ、 動物の骨は赤ん坊が痛みに耐えられるような動物の力を象徴するのだとした。赤ん坊がおしゃぶりを喜ばない場合はシロップや蜂蜜につけてから与えると良いという意見があったが、これは赤ん坊の歯に悪影響を及ぼすことがわかっている。また、蜂蜜中にはボツリヌス菌の画法が含まれていることがあるため消化器官が未発達な乳児に与えるのは危険である。乳児は おしゃぶりや指を吸うと落ち着くことがあるおしゃぶりは、特に生後6週間以内に与えた場合、母乳栄養の妨げになる場合がある。また、おしゃぶりを吸う子供は、中耳炎になりやすい傾向がある。3歳以降も、指しゃぶりを続けていると、歯並びや噛み合わせに悪影響が出る、可能性もある指しゃぶりも参照。また、日本小児科学会や日本小児科学会などの、 会員で作る検討委員会は、長期間おしゃぶりを使っていると、歯並びに悪影響が出るとしている。常におしゃぶりを加えていることで、言葉の練習が妨げられて、言葉の発達が遅れるかもしれない。一切を過ぎたら、徐々に減らすように仕向けていく。指しゃぶりより、おしゃぶりの方が癖になりやすい傾向がある。ただし、物や指をしゃぶることは口実のように赤ん坊にとって、 重要な学習でもあるので、特に3ヶ月から1歳未満では無理に止めさせない方が良いと言われている。研究者は、乳幼児の突然死のリスク軽減効果があることを発見した。指しゃぶりよりおしゃぶりの方がましだと考える保護者もいる。また、口を塞ぐことによって、必然的に口呼吸ができなくなるため、微呼吸の練習になるともされている。 おしゃぶりや指しゃぶりは自然な反応であって、赤ん坊は物や指を口に入れることで物の形や性質や自分の体について学習していく。赤ん坊は出生前体内にいる時から指しゃぶりをしていると言われる。コインや衛生面に気をつけさえすれば一切未満の指しゃぶりはむしろ好ましいとされている。3歳以降も指しゃぶりを続けていると、 歯並びや噛み合わせに悪影響が出る可能性もあるアメリカ小児手科学会の指しゃぶりとおしゃぶりの習慣についての指針はほとんどの子供の場合前歯の永久歯が生えるまではおしゃぶりを使用しても心配しなくてよいとしているアメリカ小児科学会はおしゃぶりの使用を抑制するのはやめる方が良いようであるとし、低歳時の就寝時のおしゃぶり使用を推奨しているただし 母乳栄養の母親には、母乳栄養が確立するまでの数週間は、おしゃぶりの使用を待った方が良いとしている。日本小児科学会と日本小児科学会らで作る保健検討委員会は、おしゃぶりについての考え方の中で、発語や言葉を覚える一歳過ぎになったら常時、使用しないようにする、遅くとも二歳半までに使用を中止するようにすると、している。 日本厚生労働省は2006年に起きたおしゃぶり訴訟を受けて母子手帳を改正。全国の乳幼児に広がるおしゃぶりによる健康被害を重く見て、日本医師会、日本歯科医師会、日本産婦人科学会、日本産婦人科医会,会、日本小児科学会、日本小児科医会,会等、関係所団体了承のもと、2007年度の母子手帳より、 おしゃぶりの長期間の使用による噛み合わせへの影響についての記述を新規追加しておしゃぶりの早めの使用を中止、注意や相談を呼びかけるなど異例に早い対応を示した。また、全国の保健所、病院等での乳幼児検診の際には母子手帳の記載に基づきおしゃぶり使用の注意が徹底されるようになった。日本経済産業省はおしゃぶり常用による乳幼児の健康被害が 全国的に広がる中事態を重く見て、2007年、消費生活用製品安全法を改正。おしゃべり誘発性の死列、顎、顔の変形症について、症例で定める、体の障害、精霊で定める、治療、治癒に30日以上要するものに該当するものとし、販売メーカーに重大製品事故として、事故発生を知った日から10日以内に、 経済産業省への報告を義務づけた。テレビアニメザ・シンプソンズのマギー・シンプソンはおしゃぶりを片時も離さず、チューチューと数音を立てることでコミュニケーションをとっている。1990年代半ば、おしゃぶりはアメリカのファッション界に注目され、10代のアクセサリーとして流行した。これは一部である種のテクノ音楽と違法ドラッグ MDMA に関係があるとされ、 各地で禁止された。オーストラリア英語では、スピットザダミーが、感触を起こすという意味の口語的表現となった。ありがとうございます。